この際お諮りいたします。両案審査のため本日政府参考人として内閣府政策統括官田和博君、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一君、警察庁刑事局長木下隆君、警察庁交通局長増田光一君、消費者庁次長川口康弘君、総務省自治行政局選挙部長大泉純一君、法務省刑事局長辻博之君、外務省国税局長鈴木和弘君、財務省理財局長太田充君、文部科学省科学技術学術政策局長佐野太君、経済産業省大臣官房審議官小林和久君、国土交通省鉄道局長藤井直樹君、国土交通省航空局長海老名邦治君、防衛省防衛政策局長前田聡君、防衛省地方協力局長美山信明君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際昨日の後藤君の質疑に関連し、昨日引き続き大西健介君より質疑の申し出があります。後藤君の持ち時間の範囲内でこれを許します。大西健介君。希望の党の大西健介でございます。おはようございます。未来先取り政党希望の党、我々当選者の平均年齢がですね 49.4 歳という非常に若い政党です。代表の玉木雄一郎代表も48歳、そして昨日もですね、後藤雄一委員、そして私、そして今日この後には今井委員が質問させていただきますけれども、我々当選同期です。こういう若い仲間でですね、しっかりと質問をしていきたいというふうに思っております。この国会中継、おそらく高齢者の方もですね、たくさんご覧になっていると思いますけれども、今日はですね、高齢者を狙った、消費者問題、我々は消費者の立場に立つということで、この消費者問題をやっていきたいんですけれども、高齢者にですね、高額の、磁気ネックレスなんかをですね、販売して別の顧客に貸し出せば、年 6% のレンタル料が入ってくるというですね、こういう予託商法を展開していた、ジャパンライフという会社が昨年末事実上倒産をしました。負債総額は約2400億円。おそらくこれはもっともっと膨らむと思います。トヨタ商事事件をですね、上回る消費者被害になる可能性が高いというふうに思っています。私の手元にですね、実は、昨年の11月末現在ということですけれども、このレンタルをしていた大口レンタル事業者の、名簿というのがあるんですけれども、1億円以上投資している人がですね、これ見るとですね、実は314名も載っているんです。最高額いくらだと思います。最高額はですね、名古屋店で、12億4780万円、こういう契約をしておられる方がいらっしゃるということなんですね。で、私の地元のですね、弁護士が中部の弁護団を結成したのを皮切りにして、今被害者弁護団の全国連絡会というのが結成されております。今日テレビをご覧の皆さんの中にお知り合いも含めてですね、もしこのジャパンライフに投資をしておられる方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、消費者ホットライン188という短縮番号があります。ぜひですね、かけていただいて、そしてお地元のですね、消費者生活センターにご相談をいただきたいというふうに思っております。それではですね、改めて、このジャパンライフの、ビジネスモデルというのを説明したいと思うんですけれども、まずこの下にありますけれども、この例えばネックレスタイプ100万円するんですけれども、この磁気治療器をですね、高齢者を、ターゲットにして訪問販売や連鎖販売で、商品を販売します。そしてそれを、レンタルユーザーに貸し出すことで、ジャパンライフがこの商品をですね、レンタルユーザーに貸し出すことで年 6% のレンタル料を支払うということなんですけれども、ところがですね、これ予託されてですね、レンタルされているはずの商品と実際にレンタルされている商品の数が見合ってない、いわゆる、現物まがいもの商法であるということが、疑いが持たれています。そして今までどんどん入金がありますから、このレンタル料も支払われてたんですけども、だんだんですね、消費者庁の処分とかを受けることで、自転車操業が回らなくなって破綻をしたということであります。次のパネルをご覧いただきたいんですけれども、
このジャパンライフをめぐる動きをですね、時系列でまとめてみました。ちょっとピンクに塗ってあるところですけども、2016年の12月、2017年の3月、11月、12月とですね、実はこのジャパンライフ社はですね、消費者庁から4回にわたって、たった1年ぐらいの間に4回も業務停止命令を受けているんです。で、これは私は異例なことだというふうに思いますけれども、まず確認ですけれども、江崎大臣、一つの会社に4回もたった1年の間に要請処分を行うということはこれまでありましたでしょうか。どうでしょうか。簡単に、はい、消費者及び食品安全担当大臣江崎哲馬君。大西委員長、私もいよいよ高齢の域75歳になりましたが、こうしたことあっちゃならんですね。特に委員長と言いましたが、もうこの問題でもう去年から一生懸命取り組んでおられます。特に今のお問い合わせですが、消費者庁はジャパンライフ社に対し平成28年12月、そして29年の3月、11月および12月の4回にわたり特定商品取引法および予託法に基づく行政処分を行い、新規の契約の勧誘や締結等の一部業務の停止を命じることにより消費者被害を防止してまいりました。あわせて同社が顧問から預かったことになっている商品の実際の保有数量が必要数よりも大幅に少なかったことや大幅な債務超過に陥っていることにもかかわらずその事実を隠していたことなど同社の業務や財政状況に関する重要な事実を認定し顧客に通知させることにより解約返金請求などを促してまいりました。このように消費者庁は同社に対して法と証拠に基づき厳正かつ適正に対処することにより消費者被害の拡大防止に努めてきて今日に至っております。委員長。大西君。消費者被害の拡大防止をしてきたと、これ真っ赤な嘘ですね。ぜひ見ていただきたいんですけど、2014年の9月10月、これ最初に行政指導したのは2014年9月10月ですよ。それから昨年末の事実上の倒産までですね、3年以上もかかってるんです。私が言いたいのは、もっとですね、迅速かつ厳正な処分を行っていれば、ここまで被害が拡大することはなかったんですよ。中でもですね、私が問題にしたいのは、実はですね、消費者庁の課長補佐がジャパンライフに天下りしてるんです。皆さんのお手元に配布資料を配ってますけれども、その中にジャパンライフの会社案内2016というのが入ってます。ここに載っているですね、水倉隆夫さんという人、この人は消費者庁の取引対策課で、なんとジャパンライフを担当していた人ですよ。その人が天下りしてるんです。そこでですね、消費者庁の事務方に確認しますけども、この水倉さんがですね、ジャパンライフを担当していたのは、いつからいつまでなのか、ぜひそれを教えてください。消費者庁、川口次長。お答え申し上げます。特定商取引法等の調査につきましては担当管理職の指導のもとに複数名でチームを作りまして調査を実施し、その上で組織として処分方針を決定することにしております。本件もそのような対応を取っていたわけでございますが、お尋ねの課長補佐につきましては2014年4月から2015年2月頃まで担当管理職の指導のもとで他の職員とともにジャパンライフ社を担当するチームの一員でございました。小西君。今お答えがあったように2014年の4月から2015年の2月なんですけども、その間に何が起こっているか。2014年の8月に、この課長補佐はですね、ジャパンライフに接触をして定年後の再就職をお願いしているんです。でこれは実はあと後にですね、再就職等監視委員会から給食規制違反に認定をされています。でさらにですね、この2014年9月10月に
行政指導をやってるんですけど、まさにその時に担当してるんですよ。担当しながら自分の定年後の職をお願いしてる。こんなことで公正な取締り処分ができるはずがないと私は思います。でまさにですね、私は行政処分になるところをですね、行政指導ということで最初のこの初めの初動でですね、手心を加えた、そういう疑いがあるんじゃないかと思っています。さらにですね、これ2015年の7月に実際にですね、課長補佐は顧問として天下りしてます。でその後にですね、消費者庁立ち入り検査をやってるんです。で問題はその立ち入り検査から1回目の業務停止命令まで実は1年3ヶ月もかかってるんですね。でこれ皆さんのお手元にですね、次の資料ですけれども、執行関係にかかる留意事項メモ、平成24年7月24日取引対策課企画官というペーパーを配ってますけども、これはですね、消費者庁において調査の着手から処分公表までの、事務手続きの流れを書いてあるんです。7ヶ月ルールというのがこれがあるんです。一般的にこの7ヶ月ルールに従ってやってるんです。でここで見るとですね、立ち入り検査から処分公表までは3ヶ月ですよ。1年3ヶ月かかってるというのはこれあまりにもかかりすぎなんです。でこんな悠長なことしてたら立ち入り検査してもですね、その後証拠隠滅が図られてしまいますよ。ですから私はこの処分までに時間がかかったのも、これもやっぱり何かあるんじゃないかと。で実際にですね、立ち入り検査から、1回目の業務停止命令の間にですね、この課長補佐が顧問を退職してるんです。これ怪しいと思いませんか。私はですね、先ほども言いましたように、この天下りが消費者庁の初動を遅らせた、また本来行政処分にすべきところをですね、行政指導という形で甘くなった、こういうことにつながったんじゃないかと。これはまさに消費者を守るべきですね、消費者庁が保身のために被害を拡大させたというね、とんでもない、これも消費者庁の存在意義に関わる大問題だというふうに思いますが、大臣いかが お思いになりますでしょうか。江崎大臣。大西委員にお答えいたします。本件を含め消費者庁としては法令違反行為に対しては法と証拠に基づき厳正かつ適切に対処を行っております。特にジャパンライフ社に対して1年間に4回の行政処分という前例のない厳しい対応を行っているところであります。元職員の再就職が行政処分の時期や内容に影響を与えているという事実はないと伺っておりますが、内部文書か否かはお答えを差し控えさせていただきます。小西君。いや、影響を与えてないって言うけれども、誰が見たってこれおかしいじゃないですか。だって天下りをお願いしてるときに処分してるんですよ。しかも1年3ヶ月もかかるなんてことはこれまでなかったことなんです。で、ちょっと先を急ぎたいと思いますけども、ジャパンライフはですね、他にも顧問とかにですね、有名な方をいろいろ招き入れることで顧客の信用を得ようとしているんです。官僚の OB とかですね、マスコミの関係者とか、次の資料をご覧いただきたいんですけど、今度はこれ2017年の会社案内です。ここの、にあるですね、役員一覧の中には中島元特許庁長官、長屋元内閣府国民生活局長、元朝日新聞の政治部長の立花さん、こういう人が名前連ねているんです。で次の資料ですけれども、これはですね、説明会で使われていたスライドなんですけれども、2016年9月28日、元特許庁長官、現在発明協会副会長の中島誠氏に、ジャパンライフ顧問に就任していただきました、こういうふうに書かれているんです。で、こういうようなですね、スライドがですね、サーバーからダウンロードできるようになっていて、これ、私、元社員の方から入手したんですけれども、各説明会場でスライドで映し出して、高齢者の方に見せてるんです。で、そのスライドの中にですね、こういうものがあります。パネルにしました。ちょっとご覧いただきたいと思いますけれども、これ、1月13日金曜日、安倍内閣の重要閣僚の加藤大臣と山口会長、これ、ジャパンライフの会長です、が会食をして、ジャパンライフの取り組みを非常に高く評価していただきました、こういうふうに書いてあるんです。加藤大臣、お聞きをいたしますけれども、この山口会長、山口隆義会長と2017年1月13日に会食をされたという事実はございますでしょうか。
加藤勝信大臣。ですね、1月13日にですね、マスコミの方が主催して、経営者の方が集まる勉強会がございまして、そこで当時私1億総活躍担当大臣などをしておりましたので、その内容について説明をしてくれというそういう、勉強会に出席をいたしました。当初のメンバーの中には山口氏のお名前はありませんでしたが、そこに参加されていたので、そこで、確か明確ではありませんが、多分ご挨拶をさせていただいたと、こういうふうに記録しております。大西君。大臣、重ねてお聞きしますけれども、大臣2017年の1月13日以外に山口会長とお会いになっていることはありますでしょうか。もしあればどういうところでどういうふうな形でお会いになったか教えていただきたいと思います。加藤大臣。ですね、その前ですね、平成25年の11月だったというふうに記憶をしておりますけれども、マスコミの方との勉強会がありまして、これマスコミの方からこういう勉強会があるから話をしてくれということで出席をさせていただいた、多分その時に最初にお会いをしたのではないかというふうに記憶しています。大西君。2度もお会いになってるんですね。それちょっとさっきのやつに戻っていただきたいんですけども、2017年の1月13日というのはどういう時期かというと、先ほど言いました2016年の12月に1回目の業務停止命令かけてるんです。その直後2017年の1月に大臣はお会いになってると。そしてですね、これジャパンライフの社内向けの資料にはですね、この加藤大臣のスライドを活用した結果、岡崎店で2件、岡崎、私、隣の 市なんですけども、岡崎店で2件1億5000万円の返金を撤回させることができたということが書かれている。被害に遭った高齢者の多くはですね、老後の蓄えを身ぐるみ剥がされてですね、このままでは自殺者が出てもおかしくない、こういう深刻な状況なんです。大臣自身はですね、そこにいるかどうか知らなかったとか言われてますけども、2回もお会いになっている。そういう中でですね、大臣自身はそういうつもりでなかったと言ってもですね、山口氏会長と大臣が会食したことがですね、このような形で、高齢者を安心させて返金を撤回させることに使われてたということについて、大臣どのようにお思いになりますでしょうか。加藤大臣。委員、お会いをしているという話ですが、これは会っているわけじゃなくてですね、たまたま講演会があって、そこに結果として参加されていたということでございますので、私が意識的にその方と会っているということは全くないということをまず申し上げておきたいというふうに思います。それから今のお話についてですね、私どももいろいろそういう話があったんで、どんな形でされているのか、いろいろ検索をしたんですが、残念ながら私たちは発見できなかったんですけれども、その後、マスコミ等具体的に今の先ほどの資料等がございましたので、そうしたものが出ていたということを確認をいたしましたので、このジャパンライフ社にですね、こうしたことを全く私どもの承知をしていない形で、掲載されていることを、そして、その背景について抗議を申し込んでいるということでございます。ただいずれにしても本件について多くの被害者がいらっしゃるということでありますから、一日も早くこれが解明されてですね、そしてそれぞれの皆さん方の被害等がですね、迅速に回復される、救済されるということを私も切に望んでいるところではあります。大西君。私もジャパンライ悪いのはジャパンライフ社だと思いますよ。でただですね、次の資料をご覧いただきたいんですけども、ジャパンライフ社が信用を得るために政治家を利用している事例というのはですね、他にもありまして、次の資料ですけども、これはパネルにしてませんけども、1月27日の金曜日、自民党二階俊博幹事長を囲む懇親会を山口会長主催で開催しましたと大きく書かれていて、二階幹事長の顔写真が載っています。また誰もが知っているようなですね、マスコミの解説委員クラスの方々の顔写真と名前も載っています。元社員によれば、これはミレニアムの会という会で毎月帝国ホテルで開かれている。それから次の資料はですね、総理主催の桜を見る会、この招待状と、受付票、さらには安倍総理の写真も載ってますけれども、安倍晋三内閣総理大臣から山口会長に桜を見る会のご招待状が届きました、ね、安倍内閣の重要閣僚や自民党ナンバー2の人と会食をしていて、そして総理から桜を見る会にも招待されている、そういう立派な人がやってるから大丈夫だろうと言ってですね、おじいちゃんおばあちゃんがコロッと騙されるということは私は不思議じゃないというふうに思います。ぜひですね、
今弁護団の行っている電話相談にはですね、首をくくるしかないとか、もう死ぬしかない、こういう悲痛な声が寄せられています。これご覧になって総理どのように お思いになりますでしょうか。総理。安倍内閣総理大臣。桜を見る会につきましては、毎年1万3000人ぐらいの方々に、これは私の名前で招待状を出しているわけでありますが、当然私自身は存じ上げる方ばかりではもちろんないわけでございます。いずれにせよ、ただいま、加藤大臣がまた消費者担当大臣からお答えをしたようにですね、本件については消費者庁において4度の行政処分による新たな消費者被害の防止、既存契約者への通知による財産の保護など、法令に基づき対応を進めてきたと理解をしています。何よりも消費者の保護を図ることが第一であり、引き続き消費者庁において対応に万全を期してもらいたいと思います。大西君。確かに利用されたという部分はあると思いますけれども、ただ私ね、これ知らなかったじゃ済まないと思うんです。というのもですね、この山口隆義さんというのは消費者問題の世界ではかなり有名な方なんです。どういう方か、ちょっと簡単に江崎大臣、もう簡潔に時間ないんで、テレビをご覧の方にご説明いただけますか。江崎大臣。私自身、山口さん存じ上げておりませんが、特に大西議員にお話ししないといけません。私の立場で今までですね、本件について政府関係者、与党国会議員から働きかけなど一切ありません。そんなこと聞いてないんで、そんなこと聞いてなくても時間ないんで、ちょっと、はい、じゃあもういいです。委員長、これね、お答えならないけどもね、そこに座っておられる麻生大臣が参議院の財金委員会で口頭答弁されてますよ。この人は結構有名人でしょ、あの山口さんがまだ生きてたのかと思ってこれ見たんで、この人はその時代から結構有名な方で、マルチという言葉が始まった最初の頃からもう出ていた方だと思いますけれども、こう麻生さん言われてるんですよ。麻生さんよくご存知ですよね。で、皆さん のお手元に新聞記事を配ってますけども、これ1976年にですね、山口氏はジェッカーフランチャイズチェーン事件というのを起こして、これマルチで倒産をして大消費者被害を出しているんです。それから次のページですけど、1985年の12月10日、衆議院の商工委員会の流通問題小委員会というところで、ジャパンライフ商法に関する集中審議やってるんですよ。もうだから、消費者世界の問題の世界では超有名人なんですよ。だからそういう人を知らなかったとか言ったって、そういう人と会ってですね、実際に。で、そのことが現にお年寄りを安心させるために使われてるわけですよ。これは広告塔になったと言われても私仕方がないんじゃないですか。そういうふうに思いますよ。それからですね、もう一つ私指摘しておきたいのは、これなんでもっと早く行政処分じゃなくてですね、刑事告発しなかったかということなんですよ。4回も行政処分やってると言いますけども、最後につけときましたけども、例えば2回目の処分を受けた後にですね、ジャパンライフは大切なお知らせというのをホームページに載せてますけども、今回の消費者庁の処分はずさんな調査と一方的な思い込みだということで、法的処置を取ると言っているんです。さらには昨年の12月の22日、最後のページですけれども、顧客向けにですね、お詫び状というのを送っているんですけれども、ここに何て書いてあるか、度重なる消費者庁の的外れの業務停止命令と、NHK の報道や新聞報道で、活動者も社員も本当に苦しめました。全くですね、消費者庁の処分なんか、へとも持ってないですよ。聞く気がないんですもん、だって。ずさんな調査と的外れな行政処分と言われて、舐められてるんですよ。そんなところに4回も処分をやってですね、私はもっと早く消費者庁が刑事告発をしてれば、こんな被害が広がることはなかった。これはまさに政府の対応が後手後手に回ったことによって、ここまで被害が広がってしまった。私はこれ、国家賠償を求められても、おかしくない、こういうふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。関大臣。時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。特に一般論として、消費者庁は消費者被害を防止するため、捜査機関を含め、関係機関と緊密に連携しておりますが、個別事案についての刑事告発の有無等については、
捜査機関における捜査に支障をきたす恐れがあることから答弁を控えさせていただきたいです。大西君、時間が来ているので終わりますけれども、今まで消費者庁は刑事告発をしてしたことを公開したことはいくらでもあります。大臣のお地元にも多分被害者いらっしゃいますよ、名古屋店あるんで。ぜひこの問題、もう一度言いますけれども、テレビご覧の中でお知り合い等でかかっている方がいらっしゃったら、必ず消費生活センターにご相談いただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。この際、今井雅人君から関連質疑の申し出があります。後藤君の持ち時間の範囲内でこれを許します。今井雅人君。今井君。今井雅人でございます。今日は質問の時間いただきましてありがとうございます。今日はこの質問をする予定ではなかったんですけど、昨日の茂木大臣の